お疲れさん、ミー前田彩奈です。毎週金曜お昼12時からオンエアしているナンメガニは、いろんなアーティストが遊びに来てくれるんですが、時間の都合でオンエアしきれなかったゲストトークをここで一部公開いたします。生放送、またラジコのタイムフリーと合わせて、ぜひお楽しみください。 めがめがこの時間はこの方をスタジオにお迎えしています自己紹介をお願いしますどうもナッシングスカーブドインストーンボーカルギター村松ですよろしくお願いします村松さんお久しぶりですすげえ久しぶりですねいやこうやスタジオでお話できるのめっちゃ嬉しいこんな嬉しいもんなって人といやこう対面で話せるのもってそうですよねいやでもようこそなんか大変な時期ではありますけれども大阪にお越しいただきましてとっても嬉しいですなんか大阪 に降り立って、あ来たかったって思って、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、番組にご登場いただくのがおよそ10ヶ月ぶりとなるんですけれども、まずは村松さんに番組から素朴な質問です。なかなか捨てることができずに置いてあるものってありますか。あります。おこれはね、多分4年ぐらい前にあのファンの方からいただいた。 スターウォーズっていう映画があるじゃないですかのエピソード六かなんかに出てくるイウォークっていう生き物知ってますイウォークどんな生き物ですかねなんか言葉は喋んないんですけど仲間内では喋るんですけどなんかモギャモ,モギャモギャみたいな喋るもじゃもじゃ,もじゃの可愛い,いやつ槍や持っててはいはいあのー、金ピカの方いるじゃないですかえっとー R2D2 と C3PO。あ、C3PO ですよね。C3PO ですね。C3PO をあの神様だと思い込んでる部族の <laughs> はいはいはい。あの人形をいただいたんですよ。おお、え、こ,ちちこのピンポイントにそのそイウォークの <laughs> <laughs> でそれがなんかすごい可愛くて引っ越しもしたんですけどその間にでもなんか捨てらんなくて。うん 部屋の隅に、ね、あずっとあるんですか座ってますね守り神みたいになってますいやでもプレゼントされた方嬉しいでしょうね, <laughs> うね結構長いことじゃあ置いてあるってことですよねですねなんかたまになんか、うん、話しかけたりとか話しかけたりとか一,一,一人なんで <laughs> <laughs> いや、ね、でもなんかそういう人形とかぬいぐるみ系ってねこう宿るって言いますからね、はい、かそうらしいですねうん、うん、そうそうそうまあだからなんか しばらくは連れ添ってもらおうかな。と思ってるんですけどね、ちょっと見守ってもらいましょう。<laughs> はい、<laughs> いろいろ大変な時期ですからね。そうすねまだまだね。はいはい、さあ。村松さん、ナッシングスカーブドインストーンといえば、先月デジタルシングルドリームインザダークがリリースになっています。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ミュージックビデオも、あの、フルサイズでアップされているんですけれども。はい。ミュージックビデオ、めちゃめちゃ素敵でした、ね。あ、本当ですか。あ、はい、良かった。ありがとうございます。すごいシンプルで。うん、うん、なんか、カラーがすごい良かったなと思ってる。 P.V. なんですけど、カラー、色味、色味ね、ああなるほど、そうなんですよ。海とか光のなんか描き方がすごい美しかったですよね。そうそうそう、あの流れてく景色とか、あの雲とか、なんかそういうのを P.V. の監督がこう感じ取ってくれたみたいで、そうそうそう、そういうの結構印象的にできた P.V. かなと思ってます。もちろん皆さんの演奏シーンもあるということで、結構手元アップのところとかも多かったりして。 そうそうそうううちのバンドはやっぱね、うん、あの演奏ちょっとマニアックなバンドというか <laughs> 手元を見て喜ばれる方も多いらしいので、はい、そこはちょっと意識したり。あそっかこの曲についてねあの、はい、聞いてみたいなと思うんですけれども「DREAMINTHEDARK、はい」このまさにあの今のこのタイミングだからこそという曲になるんでしょうかねこれって。ううんともう2月 この前に実は「ニューホライズン」という曲があの配信で1曲リリースされてましてそれをね1月の終わりぐらいから作って3月の頭にはもう2曲ともレコーディングそう同時に作ってたんで要はだからその「ニューホライズン」っていう曲とちょっと対になってる感じでだから曲調はお互い違くてみたいなそういうシングルなんですけどそうですねだからたまたま本当に緊急事態宣言が出て。 そこの本当に直後に歌詞が書き上がって歌を取ってるんで、うん、まあ多少なりともね、うん、あの影響あったのかなとは思いますけど、うん、まあコロナ をあの本当に意識した歌詞っていうよりはコロナがあってもなくても変わらない部分みたいなものってやっぱり多分あると思うんでそういうものを歌えたらいいなみたいなところが強いと思いますなるほどそうかそうかなんかこのタイミングで届けられたっていうのがねあのすごくぴったりな曲だなと思ったんです本当に思いましたありがとうございますなんかこうどこにみんな光とか希望を見出したらいいのかがちょっとわからなくなってしまっている感じがああそうっすよねうん。 なんかもうどうなるかわかんないことばっかりできの、うん、こ,こうやって言ってたのに今日あれ変わっちゃったとかそうですね,ね今はそれにプラスして大雨があったりとか、うん、なんかすごい不安になる時期だからねそれでも少しね背中を押せたりしたらいいなとは思ってたりもするイントロのリフフレーズからすごい使われますもんね。 あれは。じゃ、ご機嫌です、この。インロあれ面白いですよね、あれ、なんか本当は多分シーケンス、フレーズっていうか、その。えっと、俺もなんかもう。あの、話を人とあんまりこう、直接しないから、脳が話すために働いてくれないんですよ。めっちゃわかります。あれ、なんやったけど、めっちゃ。なります直結しない、あのシンセサイザー。あ、シンセサイザー。シンセサイザーとかで、作るような音色っていうか。うん。てけ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 て、このか、はっていくんですけど。 それはあえてギターで人力でやるっていう、それが。ちょっとうちのバンドっぽいかなとは思います。いや、なかなか多分やりたくてもできないと思うんですよね。ああいうことギターでって。そうですね。うん、ちょ、結構難しい。意外と単調なんで、ああいうフレーズこそこうなんか。こう熱を消して、平坦に作り上げるみたいなのは難しい。ああ、なるほど。確かに。いや、だからこう打ち込みでだったら、きっとできるんだろうな。 でもこれギターが鳴っってているそう何かそういうロックバラードに近いと思うんですけど、うん、歌物というかいわゆる、うん、それでもなん踊れるようにしたいっていうのがまあちょっとうちのバンドのいいところだと思ってて、うん、って感じですかねやっぱそのなんかエレクトロっぽさとかそのループミュージックっぽさをどうやって人力で表現するかみたいなのが、まあ、こういう曲でもなんかできたのは良かったなと。 思います。はい。ね、とても感じました。で、なんか本当この曲のその持ってる、うん、柔らかさというか、うんうんうん。ちょっと小壮大な感じ。はいはい。がやっぱりなんかすごく心地いいですよね。コーラスも含めて。ああ、そうですね。うん。イントロには入ってないんだけど。うん。一サビの後に突然コーラスが入って。入ってきますね。はい。<laughs> ういう <laughs> 結構あるんで。 コーラスとかっていうのは皆さんで録音されるんですかもう村本さんは一人でですか、ね、いやいやうちはもう基本的にはライブの形がいいかなと思ってるんでうん、うん、ギターの産方がコーラス入れることが多いですねああ<ー>、うん、なるほど、うん、なんかあそこで不意地にこう聞こえてくる美しいコーラスにはあってなりますねそうなんですよね声が結構綺麗で、うん、そのコーラス向きの声なんでうん、うんね、結構効果的に使ってますそれでいて前のめりですしねギターソロは そうなんですよ。ね、面白い。うぶくん。ねえ。<laughs> <laughs> えっと、制作自体は、じゃあ、あの、ちょっと前ということなんですけれども。はい。曲は、こう、あの、皆さんでアイデアを出し合ったっていう感じになるんですかね。えっと、でもですね、でも、<ん>持ってきてください。うぶ方が、でも、割と今回作り込んできてくれて。今の制作環境的に、こう、四人で集まって。うん、長時間音出して、ってのが難しい。くなったんで、まあ、自分らが独立したのがあって。 ちょっと環境が変わったんで、最近は結構デモを作り込んできてくれることが多いんですよ。おあの、各々でね、作っていくんですけど、うん、トリムザダークは産む方が。結構作ってきて、それを元に、みんなで、あの、アレンジを練ってたってですか、ね。ああ、なるほど。昔はい、はじゃ、村松さんがその後に書かれたっていう感じになるんですか。そうです。うん、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 なるほど。うん、あの、さっき、インホライズンと、あの、つになるようなとおっしゃってましたけれども。はい。あの、イホライズンにも。 歌詞に「夢ってていうフレーズが出てきたりしますよね夢のような地図」という歌詞になってますが今のナッシングスだからこそこう描きたいものとかっていうのがあったりするのかなとうそうですね10周年があって、うん、結構盛大に祝ってもらって、うん、それからもう2年経つんですけどちょっと今活動止まってますけどねなんかその「あの時に感じた」のことが結構。 まあ今も続いてるんですけど、うん、その、まあ、感謝の気持ちとか逆にこう続けてきたことの自分たちに対する感謝とか、うん、だからぶれずにやっぱりこう続けていくことっていうのがやっぱ一番難しいんで、うん、環境とかそういうものに流されずに地に足をつけてやっていくっていうことがやっぱ一番 まあ夢というかっ<ー>って思って思ますねなるほど、うん、それはやっぱり変化も受け入れながらっていうところになるんですかね変化していくのは当然だと思ってるし、うん、あのそれぞれ人間なんで、うん、まあでもそれをこうなんていうんですかね変化とマイナスと捉えずに、うん、その都度形にしてみたいなのがやっぱうちっぽいというか。うん アルバム10枚枚だだっけな9枚だっけなすごい量出てるんですけどとそうですね結構出てますよね 1>, <laughs> 1, 1年に1枚とか出してきてるんでそれをやっぱりその都度その時の自分たちのモードみたいなものをナッシングスに落とし込んで形にしてきたバンドなのでうん、うん、変化自体はあまり怖くないというかうんなんかでもそれってかっこいいですよね <laughs> いやんなんかそ何も考えてねえんじゃねえかなとか思ってたんですい <laughs> ただまあこのバンドを続けていくっていうことがやっぱやりたいことなんじゃないですかね。うんなるほどそそうかう、はい、でその やりたいことというか、まあ、今までのこともあのこれからのこともこう大事にきっと思いをはせて作ったんだろうなと思うのが、はい、8月26日リリースになるセルルフカババーアルバムですこれがまたすごいことになってまして<お>、えー、ディスク1、2で全部で20曲収録されているんですが、はい、今回の、ね、配信の d r e a m i n t h e d a r k と n ーホライズ i z e も収録されるんですけれども、はい、まるっと撮り直したってことですよね。そうなんです,すごい <laughs> す <laughs> すごい作業ですよこれこれはこれもっともっとセルフカバーアルバム出そうよっていう話になったのって <laughs> えっとねこれはな,なんかきっかけがあったんですかいつだったか忘れちゃったんですけど、うん、次オリジナルアルバム出すっていう話もまあしてるんですけど。うんうん んでもなんかもうちょっと面白いことしたいよなみたいな話をしててずいぶん経つんですよ一番最初に出たアルバムから要は11年経ってるわけだからそれでもずっと演奏し続けてうん、うん、ライブで育ってきてる音たちがいっぱいあって曲がそれを考えたら一回今の状態でこう盤に落とし込んで、うん、作品にした方がいいんじゃないかなみたいなのもがあって。 ちょっっっっとやててみようかっていうかかい感じだったかなうん、うん、確かなるほど、うん、こうなんかめちゃめちゃ大きくアレンジを変えたという感じでもなくそのやっぱり演奏がこうグルとそうっすねあのー、曲によってはアレンジ変わってるのもあるんですけど、うん、そのライブベースでライブで変わってきた部分が多いっすねあなるほどだからすごいもう大きくガラッと変わってしまったみたいな曲はもうほぼほぼなくて、うん、それよりもやっぱその グルーヴの部分ですねあとはやっぱ、あのー、環境自分たちで望むようなこう音が出せるような環境に今変えたんで、はい、おそのより自分たちが目指してた音像に近づけたかなっていうのが手応えとしてあるかなるほど、うん、それはやっぱこうスタジオだったり使う機材とかだったりっていうので変わってくるんですかねそう、うん、そもちろんそうですね。 あのスタジオとかエンジニアさんとかあの細井さんという方に最近あのビーニングっていう曲からやってもらってるんですけどその方がすごいうちのバンフィットしてる気がしててそれはえっとミキシングですかマスタリングみたいなことなんですえっとそミックスですねトラックダウンあの音を取ってくれたりその作業とかその人と組んでちょっとやってみようぜみたいなその人の働きも大きかったし。 あとはやっぱその当時の本当に振り返っていくとどんどん若返っていくんですけど音源をその若かった時の勢いみたいなのもやっぱ昔のやつはあってそれが良さだったりしたんですけど今はちょっとそれを超える何て言うんですかねちょっと演じ組みというかあの待ちきれなかった部分があるんですよそのもう前に前にみたいなもうとにかく。 ククリックってあるんですけど「うん、メトロノームっって言ったら分かりやすすいですねピッポッポッポ」っていうそのピッポッポッポに誰一人会ってない,てい <laughs> みんなみんな先にいて <laughs> それが何か良かったんですけど当時はうん、うん、今は何かそれをこう気持ちいいグルーヴに変えられるようになっててうん、うん、なんかこうグッとために食めるところがより感じられる感想部分とかありましたあ,ありがとうございます、うん、ミッドナイトトレインっていう 曲とかなんかすごい今の俺たちがま自分たちが詰まってるんじゃないかなっていうそういう武器いやノーベンバー 15th とかもすごく感じましたいやありがとうございますそれでいてやっぱり村松さんのなんかボーカルもよりパワフルだったりとか美しかったりとかいろんなこう聴かせ方をされてますよねあに。うん当にって思いましたよありがとうございますいやなんかやっぱりねその 当時の歌を超えようと思うとダメだなって思ってっ聞き直されますよねもちろんそのボーカルもそうですね。うん、でなんかより細かく聞いてみたりしたんですよ。うんうん、あでもこれこのまんまには歌えないやって逆に思う歌が多くて、うん、っていうのでなんかあんまり細かく考えないでいや今歌えるふうに歌ってみようみたいな感じでした本当に。うん うん、うん、なるほど。うん、じゃあすごくまあ無理なくというか、そうですね。なんかいろいろ見つめ直した部分もあったんで、うん、今回やったおかげで、うんうん、そうですね。よりあんま何も考えないで歌った感じ。<laughs> <laughs> <laughs> よりじあ,ありのままの村松さんが歌で、そうですね。感じられる、はい。だと思いますね。はい、あの音が本当にも。 こうダイナミックかつクリアーになっているので、はい、今までの音源あのすべて持っているっていう方もあの聞いて本当楽しい作品になってますよね。本当聞いてほしいですねこれ。ね、でもねなんかそう選曲と、はい、あの曲順はすごい意外だなと思っていしたんですけど。選曲ね。うん難しくなかったですか？たくさん曲もありましたし。曲以上あるんで。ね。選べなかったですね正直どうするっていう状況が結構続いて。<laughs> <laughs> いい加減決めなきゃいけないっていうギリギリになってみんなで話し合って決めた感じでしたねそもちろんライブでもこう大事にしてきた曲が主になっているという、ねうんうん、そう,、うん、そうまさにそうですねなんかベストアルバムって言ってもだからいいぐらい自分たち的にはまあベスト的な選曲でいいんじゃないっていうのももちろんあったしうん やっぱら、その今でもライブの主力になってる、今言ってもらいましたけど、うん、そういう曲が多かったですね。でもね、これ改めて。そのノーベバーフィティンスとか。のサビのドラムとか。ちょっと尋常じゃないなと思って。改めて自分たちで、そのテクニック。そうっすね。僕はやっぱちょっと。今回のアルバムでメンバーに感謝しましたね。ね <laughs> <laughs> 今まで芽生えなかった。感情が。 あれこんなすごいことしてたんだ <laughs> この人たちって本当に思ってうん、うん、リスペクトしましまたね <laughs> メンバーを <laughs> あーでもそうか中にいると余計そうなのかもしれないですね、はい、それが常当たり前の環境になってるからだからそうですよねうん,、うん、なんかこうそこなんかもうちょっとリズムこうしろよみたいなのとかうん、うん、これこの歌ってんのにこんなにこんなにベース激しく弾かなくていいじゃんとか <laughs> なんかやっぱ。<laughs> あるんですよやっぱりこの作品をこう一緒に作る上で <laughs>、うん、バンドですもんねそうそうそうあるんですけどもう何も文句はないですい,いやもう改めて「ナッシングス」って本当にかっこいいなって思いましたし <laughs> あディレクターとひたすら楽しい2枚組だなっていう話をしていましたありがとうございます <laughs> ねえぜひたっぷり20曲収録されていますのでリリースを楽しみに待っていただきたいと思います。通常版版とね初回限定版はい、えー 豪華版はね、すでにソールドアウトになっておりますので、はいえー、ぜひお好きな形でゲットしてください。お願いします。さあ、今後の予定としては、えー、村松さんが、 ソロで出演される有料配信ライブが決まっていまして夏の屍、はい、お祭りムードということで <laughs> 7月27日月曜日に行われます、はい、面白いメンバーですねこれあの村松さんのほかには「アーフラット・オブ・サークル」の佐々木亮介さん介9ミリパラベラム・バレットの菅原拓郎さんはい、はい、ザ・バックホーの山田正史さんということで <laughs> この屍自体は、えー、とよくやっていらっしゃったイベントになるんですかね。そう3年目かな うん、4回目ぐらいだと思うんですけど多分今回で初の配信っすね、はい、これいつも弾き語りで皆さんが登場するそうなんです、あのー、普段バンドのボーカルやってる人間が、うんあのー、アコギ一本で集まって、はい、なんかちょっと面白いことしようぜみたいな。 結構ふざけてますね。これそもそもみんな仲良しな感じ。<laughs> そうそうそうそ、みんな仲良くてグループラインがあってみたいな、うん、そうそうそういう感じですね。なんかでもボーカリスト同士がもう仲いいって、うん、ん面白いないかもしれないですね。うん、確かに。で、ね、みんなキャラ濃いんで、うんうん、だけどみんな優しいから。あそうか。<laughs> 優しい優しい子たちっていう感じ。みんな優しいっすよ。<laughs> 本当に。<laughs> 結構あの。 なんか今年お祭りとか多分みんなななけていいじゃない,ですか、はい。まあお祭りっぽいことをしようとも言ってないんだけど、うん、まあお祭り代わりになったらいいかなぐらいの気持ちでうん、うん、なんか楽しんでもらえたらいいなと思ってるんではいはいぜひ 見てみてくださいわかりましたはいお願いします、はい、さあ予定など詳しくはね、えー、ナッシングスカーブドインストーンのホームページ SNS チェックしていただきたいと思いますはい。さあということであっという間にそろそろお別れの時間なんですがリスナーの皆さんに向けてメッセージいただけますか,、はい、な,んすかなんですかね、うん、元気があれば何でもできるじゃないですかね <laughs> ちょっとしゃくれてくれてる <laughs> マスク越しに <laughs> そうですねなんか元気出すのって大変じゃないですか なんかこういう時とかなんかこう元気を出したいと思っても出せない時ありますよね、うん、そうそうそう、うん、でそういう時にの役に立たそういう時にしか役に立たないのが音楽だと思うんで、うん、まあ僕らの曲でもいいし、うん、なんかまあラジオもそうだと思うんですけどうん、うん、なんかそういうのに力借りて頑張っていってほしいなと僕もそれに力を借りて頑張るぞと <laughs> <laughs> いう感じですかね <laughs> ありがとうございます、はい、いやでもナンシングス聞いたら本当にめっちゃパワーを感じます <laughs> はい、ありがとうございます、うん、だからきっと元気とか勇気とか湧いてくると思うので嬉 <laughs> しいです、ね、聞いてもらいましょうお願いしますはい、またぜひ遊びにいらしてくださいはい、はい、お願いしますありがとうございますメガメガこの時間はナッシングスカーブドインストーンから村松拓さんでしたありがとうございましたありがとうございました